現代自動車グループ会社、ピュンダイゴイズの自動車運搬船が、米国会場で転覆したことが分かった。韓国外交部によると、米南東部ジョージア州ブランズウィックの沖合で8日午前2時ごろ、大型の自動車運搬船が転覆したという。この船は現代自動車グループの物流会社所属、ゴールデンレイで、 自動車およそ4000台が積まれていた。現在、外交部は情報収集を急いでいる。